称号インターナショナルカップウィナー、どちらのチームになるのでしょうか。サッカー選手を志す者、小さな子供たちの目から歴戦の勇士たち、そして母国を推すサポーターの目が今注がれています。母国を代表せしプライド高き選手たち、いよいよピッチへ登場です。カップを掲げたいという渇望、栄光を歴史に刻みたいという思い、その思い、どちらのチームが熱いのか試される時がやってまいりました。夢の舞台、世界一を決めるこの舞台、世界のサッカーの頂点、極めるのはどちらのチームなのか。最高の舞台が整ったインターナショナルカップ決勝、まもなくキックオフとなります。決勝の笛が吹かれました。インターナショナルカップファイナル、スペイン対セネガル。やはりこのような大舞台になりますと、点の取り合いっていうことにはそうそうなりませんよね、はい、守って守って少ないチャンスをものにする、非常に引き締まった試合になると思いますよ。そうですね。いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。スペインがこの試合最初のシュートを打ちました。裏のスペースへリゲス、サンカレからケイタ、もう一つ前に行きたい。どうぞこのパス、おっと来た、1対1シーローが、いや今のは北澤さん本当によく触りましたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これこのピンチよく防ぎました。このファーストハーフ最初のコーナーキックはセネガル、スルーパスを出す、シュート、いやー決まった、先制、セネガル優勝へ、優勝へ、大きなゴール、セネガルもうここしかないというコースをきっちり決めてきます。いや気持ちのいい一発でしたね。おそらく分かっていても止められなかったでしょうね、今のは。セネガルはこの時間で1対0となかなかいい流れなんじゃないですか。そうですね、まあ、意外といえばあれなんですけどもね、しっかりリードしていますからね、前半はとりあえず無失点で乗り切りたいところですよね。リゲス、ティアゴ、モラタに渡る、サイドのスペースを使います。シュート、また打ってきた、触れた、ここから行きますよ。さあ右へ預けて、素晴ら
しい連携、この柔らかいパス、ちょっと伸びてしまいました。さあ一気にカウンター、ここで収まる。リゲス、モラタ、リゲス、サイドを縦に走らせます。お、これいいでしょ。どうだ、よくカバーしましたよ。緩いボール、モラタ、これは素晴らしい反応でした。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いや、よく止めましたね。ここで笛、己の全てをかけた決勝の舞台、あっという間の前半が終わりました。結果前半1対0。さあファイナルステージ、前半ご覧になっていかがでしたか。セネガルとしてはしっかりリードを奪って折り返せたのは大きいですよ。今日のような決勝という緊張感の高い試合で精神的な余裕を持つことができるわけですから、普段より意味のあるリードと言えますよね。45分後、栄光と美酒に酔うチームはどちらなのか、まさに雌雄が決するその瞬間、しかと見届けたく思います。セネガルが1点を先制して後半を迎えます。後半見ていきましょう。セネガルとしては後半攻めに行くのか守りに入るのか、非常に楽しみでありますけども、どちらにせよこの立ち上がりは注意したいところですよね。サイドを使う、絶好の位置で受ける、ゲット、セネガル、セネガル大きな追加点。いや、今のシュートにつなげるファーストタッチ絶妙でしたよね。まあボールをもらう前に事前にきちんとイメージを固めてたんでしょうね。そうですね、なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。なるほど、今日2点目です。さあセネガル、さらに1点を追加し2対0としています。セネガルとしては 2-0 リードは大きいですよね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。さあカウンタースピードを上げたいところ、仕掛けるか。北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。そうですね、得点を上げてますからね。まあシュートも結構打ってるので目立ってますから、必然的にチェックされますよね。スペインはメンバーチェンジです。さあ上がる、ましたね、審判よく見てますね。今のゴールは幻となりました。セネガル、スペインが最後の交代枠を使います。さあ残り15分、ルーズボール、ディアズ、スペイン、これは奪い返します。モラタへのボール、スペインとしては先ほどからディフェンスラインの裏のスペースを相手に距離を置いたマークの仕方でケアしますよね。そうですね、し
かし北澤さん、そうなると相手選手は足元でボールを受けやすくなってしまうようにも思えるんですが、これどうなんでしょうか。そうですね、おっしゃる通り裏のスペースをケアしている分、どうしてもボールホルダーへのチェックは普段よりも遅れてしまいますよね、うん、ただディフェンダーとしては1対1のマッチアップは少なくともトレーニングしてますから対応できるはずですよね。逆に裏に出されてキーパーと1対1になってしまう方が失点につながる可能性は高いですからね。確かに追いかけるというような状況に持ち込まれると厳しいですよね。そうですね。うわ、シュート、素晴らしいゴールでしたね。決まった、追加点、セネガル試合が決まってしまうんでしょうか。これで3点差です。これはもう相手チームどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているので非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのは選手たちに浸透しますからね。セネガルフットボール夢の舞台、ファイナルホイッスルです。世界のフットボール、その頂点に立つ勇者たち、覇者の誇り、そして敗者にも誇りがあります。長きにわたる戦い、幾多の戦いを制してここに立つ、カップが掲げられます。ピッチ上の戦い、今は勇者たちを称える平和の祭典です。素晴らしい戦いを勇士たち、ありがとう。インターナショナルカップ